今朝10時過ぎ、石狩市新港西1丁目で国道337号線を札幌方向へ直進していた乗用車と脇道から侵入してきたワゴン車が出会い頭に衝突しました。この事故で乗用車の20代の男性が右足を骨折する重傷、ワゴン車の女性2人もけがをしました。現場は定時路の交差点で信号機や一時停止の標識はなく、 車車側が乗用車を見落とととししたたことで衝突したとみられていますまた午前10時半前には札幌東区の交差点で軽乗用車同士が出会い頭に衝突男女3人が病院に搬送されました警察は一方の車が信号を見落とし交差点に進入したとみて調べを進めています